クリスマス、どう過ごしていますかはい。いやー、クリスマスね、大嫌いですね。はい。で、クリスマスプレゼントってあるじゃないですか。で僕も、ウラメルマガやってるんですけど、ウラメルマガでクリスマス企画でちょっとやってるんですけども、まあ、それはですね、企画に参加して、まあ、優勝してないと賞金ないんで、まあ、今回ご案内するのは、えー、誰でも、えー、無料で、 えー、1,500円いただけるというところで、まあ、みんなの銀行っていうのがあって、みんなの銀行っていうのがアフリエートプログラムがあります。アフリエート。アフリエートできます。で、これは銀行がやっているアフリエートなので、キャッシュフローがめちゃめちゃあの早いです、まあ。アプリをインストールして、まあ、紹介コードを入れます。で、紹介コードを入れてアプリをインストールすると、2日後ぐらいにはもう入ります。ただ、年末、銀行が休みの30とか、 1>, 1日、2日はちょっと反映されないかもしれないですけども、まあ大体銀行が12月30日ぐらいまでやってますんで、まあ今入れればまあ反映はされると思います。あの年内中にね。じゃあいくらぐらい稼いだのかっていう、まあ僕はみんなの銀行をこう紹介してて、いくらぐらい稼いだっていうことなんですけども、こちら。4万3000円になっております。4万3000円ね。で、えっ、ー、と、紹介ですね。紹介して、 どんな感じかっていうと、はい、まあ今月もね1軒入ってて1500実際入ってます、はい、あ,あちょっと難しいねこれであっ難しい まあこんな感じです。はい。僕の紹介コードを入れていただくと、まあ他にもね、紹介コードを案内してる、まあアフリイトなんで多くの人はやってますけども、まあ僕の見ていただいている方は、まあ僕の紹介コードを入れていただくと、ありがたい <laughs> 僕にもお金入ってきますんで、もちろんあなたにも入りますけどね。で、これは無料です。無料でアプリをインストールするだけなんで、あとはただね、気をつけないといけないのが、本当紹介コードを入れずにアプリをインストールすると、 あの入ってこないので,で僕、久保さんっていう人がいて、その久保さんっていう人の紹介コードを入れようとしたんですよ。そしたら、なんか弾かれて、あ、ダメなのかなつってね、普通にインストールしちゃったんですよ。で、後々気づいたんですけど、大文字と小文字がうまく入力できてなくて、はいまあ、僕も大文字と小文字混ざってるんで、まあ、そこをちょっと間違えないように入れていただければなと思うんですけど、まあ、この YouTube の説明欄に、 入れときますので、紹介コードはねでまあ、このキャンペーンがね、いつまでやるかわからないですけど、あのー、一番初動、まあ今年からこれ、みんなの銀行っていうのは始めて、始、スタートしたのかな。で、初動はね、そのキャンペーンね、友達紹介キャンペーンみたいな感じで、初動で10万ダウンロードされてたんですよ。で、今気がつくと、このアプリが50万ダウンロード。だから多分ね、50万ダウンロードいってるんで、まあ、100万ダウンロードいきたいと思うんですよ。それで、まあ最後の、 なんか追い込みで紹介報酬をあのー、500円アップしたんじゃないかなと思うんですよね、はい、今50万人がダウンロードしてるってねすごくないですかこれだいぶ増えましたねうんそうまああといいところはねあのデビットカードも発行できるんでうーん,なんかそのクレジットカードが発行できない人とかもこの なんだみんなの銀行を入れてみんなの銀行のデビットカードを発行できるかもしれないですね。まあこれはちょっとテストしてやってみないとわかんないですけども。まあデビットとクレジットカードの多分審査基準は多分ちょっと違うとは思うんで。うん。だからまあデビットカードもクレジットカードと同じような使い方ができますんで。まあクレジットカードはいろんな諸事情で持てないという方は1枚あると。で、あとはそのデビットカードこれね。あの、そのこの、 キャッシュレスにも対応してるんですよ。ピッてやると、僕も入れてるんですけども、このウォレットか、マイフォンだとウォレットになる、あ、これ追加、これあったった。この、このウォレットっていうところがあって、このウォレットにこう入れとくんですよ。こうやってね。ちょっと、合わないですけど、ピンとか クイ,ック,ムクイックプレイか。あのな、まあ、キャッシュレスなやつですね。だそれピッてやると、あの、いけます。すぐ。コンビニとかで。コンビニとかタバコとか、あのジュースとか買うときにピッてやるだけでもう支払い完了みたいな。だそれもあるんで便利ですね。うん。だからまあ、例えば、まあ、もし、まあ、まず自分で1500円もらえるじゃないですか。で、その、結構ね、あの、1500円を、 他の銀行に移す人いるんですけど、まあ、賢い使い方は、1500円分をあのぎ、まあ、コンビニ使いますよね、多分まあ、一切使わないっていう人だったらあれかもしれないですけど、まあ、毎日と言わずに週に1回はコンビニちょっと使うよと、セブンイレブンのコーヒー飲むよとか、タバコ買う人はまあコンビニで買う結構高いと思うんですけど、それでピッてやった方がいいです。だって手す、うん、あ振り込み手数料、 取られちゃうんでみんなの銀行から自分のメインバンクに移すとするじゃないですか。そしたら、まあ振込手数料取られちゃうんで。いやだったら、その1500円マックス使うんだったら、そのおおあのピッてやって、で、1500円分使って、じゃあ、あと足りない分は現金で払うなり、なんかで払えばいいじゃないですか。ね。これね、結構ね、振り込、<laughs> まあ別にお任せしますけど、なんか、<laughs> そのもったいなくねみたいな。 うん、で僕の場合は、僕の場合ですよ。僕の場合は、あのそうは言ってるんだけど、じゃあ僕はどうするのかっていうと、まずこれ一応、紹介が終わるまで、これ30万までいけるんですよ。だから余力、みんなの銀行紹介。多分ね、30万までだったと思うんですよね。うん、お一人様30万までですと。30万ね。 だ30万円分まで紹介できるんで、もし仮に30万貯まったら吉にはどうするのかっていうと、これはですね、あの、ペイペイに買えます、30万円分を。うん。だからちょっと、あの、現金でおろして、これ、セブンイレブンでおろせるんで、ただ、ATM 手数料が、みんなの銀行の ATM 手数料がいくらだえー引き、引き出し。引き出し。多分ん210円ぐらいなんですよ。 出金手数料110円ですね。ATM は全国2万5000台のセブン銀行 ATM に対応し、出金手数料百110円と。だから110円取られちゃいますけど、全部現金で下ろして、その現金を29万9890、えー、円ですか。890円とか引き出せるのかなまあいいや。まあそれ引き出すじゃないですか。もうペイペイに全部ぶち込みます。 はい、まあなんでかっていうと、ペイペイの場合、僕ソフトバンクユーザーなんで、買い物すると20%とか30%とか戻ってくるんですよ。だから結局その <laughs>、まあ29万ぐらい、まあ十九万いくらの現金をペイペイに変えることによって、またそこで買い物するとまた2、30%戻ってくるんで。で、さらに僕はあの今、あのペイペイのボーナス運用をしてまして、今あのボ、あのその自動追加してるんですけど、今ね、自動追加しててど、どれぐらいになってるかっていうと、 結構買い物するんですよ、ペイペイで。もうほとんどペイペイなんですけど。お見せしましょうか。はい。今、あの、こんな感じです。はい。12万3201円と。で、追加したのが11万4984円と。プラス7.15%って感じですね。はい。これも運用してるんで。これもなんだな,なんだ あのー、銀行に預けていくより全然いいじゃないですか <laughs> 銀行に預けるよりいいので <laughs> だからな何かっていうとまあみんなの銀行で、えー、30万まで稼ぎました、えー、それ現金で ATM で下ろします PayPay ペペペペの電子マネーに借りますで買い物をして230パー戻ってきますその230パー戻ってきたのを自動 PayPay ペペ運用にしてでそこのでまたちょっと増やすっていうね <laughs> これ錬金術です錬金術 <laughs> ですペイペイボーナスの運用に関しては、あの僕、今年の6月ぐらいからやってるんですけど、あのー、スタンダードはマイナスはないですね。チャレンジコースに関しては、この振り幅が大きいので、マイナスもで出ます。ただ、スタンダードは、今のところ僕僕はですよ。今のところ僕は6ヶ月間ぐらいは、7ヶ月間、6, 6ヶ月は4まあ6ヶ月間ぐらいかは、 あのマただスタンダードはね触れ幅が全然少ないのでもうビビちょっとずつみたいな感じですねただこの長期運用してるとなんかいいらしいっていう噂を聞きましたな僕はあのもうこのペイペイボーナスでなんか昔はね結構なんかあの運用金額が上限なかったような気がするんですけど 今ね、ちょっと上限がね、100万以下になったと思,思うんですよね。うん。多分多分。運用が、うん、まあ、多分ね、マックス100万になったような気がします。前、お知らせで来てたんで。 まあでも70万とか80万、まあ、それで、ペーペーボーナスで運用して、スタンダードでやっとけば、多分1、2万は軽く増えそうな感じはするんですよ。2、3万とかね。で、それで、80万の元金はもう置いといて、その増えた3万で、また買い物するじゃないですか。で、また戻るじゃないですか。<laughs> はい、えー、すいません、切れちゃいました。な、どこまで行ったっけな。まあまあまあ,まあ、まあ、その運用した、運用して出た、 リマは運用が、運用で出たキャッシュいや、キャッシュというかね、ペイペイでまた買い物をします、戻ってきます、で、また運用しますっていうのを繰り返して、うん、なんだ。だから買い物をしてもお金があんまり減らなくなるっていうね、この錬金術をもううまく活用すると。うん。だかまあ、まあ、あの運用金額が大きければ多いほど取れますからね、それは当たり前ですけども。 本当ね、銀行はね、零だ三菱 UFJ とかの銀行の普通預金。三菱、三菱 UFJ 金利。多分零0.001すかね普通。普通預金。普通預金が年0.00、年0.001%です。年0.001%普通預金ね。はい。まあ他の銀行も多分じゃあちょっと、 あの三菱住友じゃなく、あの、みずほ銀行にしましょうか。みずほ。みずほ銀行の金利。みずほ銀行の金利。みずほ、普通、あ、みずほ銀行の普通預金の金利が0.001%ですね。で、定期預金が0.002%ですね、はいえ。そんなもんですよ。あとなんだみずほ、三菱、三井住友か。三井住友いきましょうか。 まあメガバンクですよね。三井住友。三井住友の普通預金。普通預金が0.001ですね。あの三井住友も。はい大体0.001か0.00、まあ、定期が0.002%とかですね。うん、いやもうほとんどつかないようなもんなんで、じゃペイペイどれくらいついてるかっていうと、まあ、もちろんこれは、 貯金ではないんで運用なんであれなんですけど今7.13%わかります三1ーこれね銀行で7%とかが100%無理ですからねわかりますこれ7%ですよねっで今12万3000になってますけども こう銀行の金利だったら絶対無理ですよね。7%とかないですよね。日本の銀行。まあ、海外の銀行だったらあるかもしれないですけど、日本の銀行で7%とか絶対ないですよ。多分。わかんない。探したらあるかもしれないですけど、探してみてください。多分ないんで、銀行の金利で7%は。<laughs> うん。まあ、今はね、賢くね、あのー、ちゃんとこういう、なんだろうな。 まあこれも絶対ではないですけどもまあ僕の運用実績からお伝えできるならばスタンダードコースに関してはマイナスに触れた時が、まあ、まあ毎日すみませんチェックしてるわけじゃないんでまああったのかわかんないですけどでももうこう,こういう感じなんでそうなおまあ賢くねやればいいと思います本当にだからこれ現金で払ってるとマジでもったいないですよねうん まあちょっとね、まあ追加してるの、まあちょっとね、このグラフは追加してるので、あれなんですけど、まあこれが、まあスタンダードコースのグラフですね。まあ僕はもうチャレンジコースで増えたやつを全部追加してるんで、ちょいちょいね。どう、どうすかね、このグラフ。うん。だもう増えてますよね。うん。 な僕の場合は、みんなの銀行、まあ、紹介できるまで紹介して、まあ、もしキャンペーンが終わったら、まあ、おろしますけどで、もしくは30万いったら、現金でおろして、ペイペイに変えるっていうね。まあ、そんな感じにします。はい。な感じですかね。まあ、とりあえず1500円もらいますんで、まだみんなの銀行入れてないっていう方は、あクリスマスプレゼントとして、まあ、クリスマスプレゼント、みんなの銀行からね、もらえると思ってね、入れてみてはいかがでしょうか。まあ、しかも現金ですから、これ。 現金ですから、応用性はねまあもちろんその1500円をねセブンイレブンで下ろすんだったら、まあ、1400、110円の手数料取られるんで 1,、1400、1400、三3 9 0円ですか ?1390 円現金下ろせます <laughs>、ね <laughs> はい。ということで終わります。また。